はい、これから裏山にサバゲしに行きます。悲しいことはない。トラさんと遊びに行きます。いつもクマさんは詳しいことを僕には教えてくれません。いつもだっけ、たまにじゃない。なぜか女子は知ってるのに僕だけ知らないです。ヨネザワ。やったー。ヨネさんは何をやられてる人ですか？あ、私は役者をやりながら、はい、まあ、たまにちょっと自主映画撮ったりとか、なんかものづく、なんかそういう映像作りとかやったりしております。あ、じゃあ、はい、あの監督さんでもあるってことですね。はい、なるほど、はい、どこで見れることできます？あ、今はちょっとあの、うん、上映館とかないんですけれども、 あの YouTube でずっと前の作品とかは流してる。ああ、じゃあ確認はできるって感じですね。はい、なるほど、はい、もうじゃあ、うん、関東圏で、その役者の仕事をされてるっていう感じ。あ、そうです、はい、そういうことですか、はい、今日僕は愛知県から来たんで、5時間半かけてね、熊沢ワールドの方へ来させてもらいましたけど、はい、今日は実はあの熊さんと成美さん で僕とアリスさんのワンチームワンチームでサバゲーやりました、はい、あの本当に、ね、あの球当てちゃってすいませんでした。あ、いいです、すいません、申し訳ございません。痛くなかったですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね。本当に、うん、本当にこうちょっと攻防みたいになって、私も怖くなっちゃって、もうお願いだから、もう早く当たってもらった方が楽だなと。負ける気満々ですね。え、本当ね、でも面白かったですね。面白かったですね。なかなか経験できないんで、そうです、まあ、本当熊沢さんに感謝でございますね、うん、はい、また僕も来ることはありますし、はい、別の機会がありましたらぜひあの、はい、YouTube の方にね、はい、遊びに来てください。遊びにぜひ行きたいです。はい、よろしくお願いします。ということで米澤成美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。もう一回、アリスさんは何をやられている方ですか？川崎卍会の広報をやらせていただいて。広報、はい、川崎卍会とは何ぞや？2021年に結成されまして、まあ、サバゲーの楽しさを広め、全国に広めたいという、はいはい、活動をしています。蚊がすごい気になっちゃう。まあいい。はい、そういうことね、はい、全国制覇、制覇というか統一、はい、あ、違うな、言い方がちょっとヤクザっぽくなっちゃうな。全国の人に知ってほしいと、そうですね、いうことで、はい、川崎卍会の方は、まあ、サバゲーをメインでこういろいろ活動されてると。あ、そうです、そうです。そこのアイドル的存在ということで。え、そういうわけではないですけど、一応候補として、ね、はい、女性の方もいらっしゃるんですか？そうですね、何人か。あ、そうなんですね、はい、じゃあ女性の方も大歓迎でございますので、はい、川崎卍会ね、サバゲーのグループなんですけど、概要欄の方に貼っておきますんで、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はサバゲー一緒にね、はい、ワンチームでやらせていただきました、はい、勝ちましたね。勝ちました。よかった。熊さんと米澤奈良美さんのチームと僕たちのチームで頑張らせていただきました、はい、最後のね、上り坂駆け上がりのタッチはなかなか、今も汗止まっておりません。頑張りました。さすがです。初サバゲーでございます。めちゃくちゃ、ね、バキバキに動いてますね。いや、本当に元 GA から頑張ります。さすがです。さあ、そんなわけで、はい、またね、インタビューとかね、ゆっくり撮らせていただきたいんで、はい、また別の機会に、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、S さんにもよろしくお伝えください。S さんのインタビューも撮れるんであれば、またお願いしたいんで。ああ、まあ、ぜひ、多分、絶対 OK すると思うんで、お願いします。わかりました、はい。ということで、アリスさんです。そうです。もう間違いないぞ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ピッてなって、これで撮れてるでしょ。撮れてる？はい、行きまーす。はい。3、2、1、どうぞ。はい、GTF 熊沢と川崎卍会でーす。ですね、今日は愛知からわざわざトラさんが遊びに来てくれたにもかかわらず、カメラマンをさせられているという、ひどい状態なのですが、これの紹介をさせてもらいます。これは、エアコキの強化カスタムなんですけど、コッキングができない、米澤成美さんとか、はい、この間の奈良さんとか、女の子向けに、このプッシュコックでコッキングできるように開発したものです。やってみてください。マージンも入ってないです。はい、行きます。はい、できます。すぐできました。はい。で、
アリスちゃんも弾けなかったんだよね、はい、でこれが弾けるようになったということで、まあ、記念に川崎卍会さんの、なんだっけあれ、四天王杯です。四天王杯の、景品に提供しますので、遊んでください。ありがとうございます。これです。こういうふうに女の子でも強化カスタムが打てるように作ってあるので、これから販売しますのでよろしくお願いします。はい、はい、俺声入っちゃった、いいか。皆さんありがとう。はいはい、ありがとうございます。手がプルプルしてんだけど俺。なるみさん、前回の手こき祭りで、はい、エアコキのコッキングできなかったじゃないですか、はい、それで前から押せるタイプを作ってみたので試しにやってみてください。すごーい、これを作れるかな。マリルちゃんは普通にコッキングできると思うけど、はい、まあ、一応これこう前から押してできるタイプなので、はい、ちょっとやってみてください。はい、じゃあやってみます。はい、じゃあこちらをこうやってギュッ、あら、うん、カチッとなれば OK。 いってる、うん、あ、いってる、できました。できたね。できました。これだったらもう手こき祭りでエアコキ使えるね。うんうん、こんだけできたらできますね、うん、これうちの強化スプリング入っててこれだから。あ、そうか、やっぱ これはいいやり方なんだね。じゃあそっちも、こっちも、あ戻ってない。できました。できる。これは意外と大丈夫。これこっち、なるみさんができるんだったらもう誰でもできるね。多分誰でも。あら、あ、もうマウで抜いてるよね。よし、OK だ。できました。こっちも多分できる。ここまで来たらってことは奈々さんもできるだろうな、これで。できます、うん、できます。マリュちゃんもちょっとやってみて、はい、うん、全然めっちゃ曇ってるけど全然めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。両手でできるかい。両手持ちで。両手持ちで。両手持ちの場合は脇腹とか床に押し付ける。こう。ああ、そっか。おお。違う、二丁持ちで。ああ、こういうこと。ああ、ちょっと待ってください。へ、うん、こう。そうそう。おお。できた。すごいすごいすごい。おお。かっこいい。でもめっちゃ曇ってる。めっちゃ曇ってる。すごい。よし、じゃあ。3月26日、手こき祭り、なるみさん、それで参戦しましょう。はい。行きます。行きます。はい。え、まるちゃんはどうなんだっけ？まだわかんない。まだわかんない。行ければ行きましょう。行ければ行きます。宇宙ブース出展するので、よろしくお願いします。うんうん、では、今日は終わりです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。はい、プッシュコック式のオートマグ3、これの銃の説明をします。はい、強化スプリングと、真鍮バレルで、重量弾、アリスちゃん取ってる、うん、0.28g 弾で 40m 水平に飛ぶぐらいになってます。こっちもです。はい、カスタム銃のスペックでした。トロさんでした。そんなにかよ。やっぱりそういうのに疲れる。GTF 米沢。